時刻は2時32分を回っています。はい、ここからも引き続きソライブ24では最新の地震情報を中心にお届けしていきます。では改めまして今回の地震を振り返っていきたいと思いますが、まずは本震から確認していきましょう。はい、それではまず本震の方から見ていきましょう。はい、こちらの方ですけども、4月14日ですね、14日木曜日21時26分頃発生しました。震源地は熊本県熊本地方、内陸が震源となっています。震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは速報では 6.4 だったんですが、その後気象庁の方から 6.5 に修正されています。揺れの方だいぶ大きくなりました。激しい揺れという形で震度7が最大震度です。震度7を観測したのは益城町です。その周辺熊本市などでも震度6弱を観測しています。震度6弱は熊本市東区、熊本市南区、熊本市西区、宇城市、玉名市、西原村という形でした。かなりですね、この強い揺れだったというわけなんですけども、その後もですね、余震の方が連続して発生しました。でその中でも一番大きかった余震の方が日付変わりまして4月の15日になって午前0時3分です。最大余震、今のところの最大余震が発生しています。こちらは震源地熊本県熊本地方、震源の深さ10キロ、地震の規模を示すマグニチュード 6.4 ということで、本震は後で修正されて 6.5 だったわけですけども、ほぼ同じ規模の余震が発生していると。で揺れの方もこれに伴いかなり大きくなりました。最大震度6強ということで、震度6強を観測したのは宇城市、震度6弱を観測したのが熊本市の南区、あと氷川町という形でした。でということで今回のこの地震の一つの特徴としては、大きなこの余震が立て続けに起きているという形になっています。また震度3クラス、震度2クラスといったところは、その後も何度も何度も繰り返し起きているような状況ですので、おそらく熊本の方、このエリアの方はですね、ずっと揺れ続けていると、そういった印象を持たれているのかなと思いますね。では今回発生した地震を確認していきました。こちらですね、本日から始まったばかりの LINE ライブでは、現在の状況を教えてほしいですというコメントをいただきました。全国の会員の皆さんから、ウェザーニュースの会員の皆さんから、ウェザーリポートという形で、現地の状況というのを教えていただいています。今回この被害の大きかった熊本からもたくさんウェザーリポートが寄せられていますので、そのウェザーリポートで被害の状況を確認していきましょう。ウェザーニュースのウェブサイトから減災チャンネルというページで減災リポートマップを確認することができます。このオールチャンネルからこの減災チャンネルというところに行くことができますので、ウェザーニュースで検索かけてこちらのホームページご覧いただきたいと思います。でこの一番右上のクリックと書かれている赤いボタンですね、こちらをクリックしていきますと、この減災リポートマップでは全国の会員の皆さんからいただいた減災リポートをご紹介しています。一つ一つが皆さんからいただいている報告なんですけれども、たくさん報告いただいていますね。そうですね、揺れがある程度収まった後になったかもしれませんけれども、今この時間になってもまだまだ届いているといったような状況となっています。例えばこういった形で、市内、熊本市内の方ですけれども、部屋の中、本棚のところが倒れてしまったといったような情報であるとか、あとは、これですね、天井の蛍光灯が壊れたといったような情報であるとか、こういう形でですね、まだまだ次々とリポートの方届いてきています。本当に現地の方の細かな情報というのが届く形になります。どうしてもね、報道だと大きなところに目が行きがちなんですけども、実はこういった小さなところで何か起きていると結果的にそこにまた近づくことによって被害に遭ったりすることがありますから、もしこちら活用できるようであれば、ご覧になっていただいてですね、今どうなっているのかっていうのをしっかり知ることも被害を減らすときには重要ですから、ぜひ見ておいていただければなと思います。そうですね、マップで表示されているので、自分の身近なところで起こっている被害が分かりますので、今後も皆さんこちらの減災リポートマップ、こまめにご確認ください。ウェザーニュースのウェブサイトと、あとはアプリのウェザーニュースタッチからも減災チャンネルご確認いただけます。
ね、朝になればまた情報が増えそうですね、うん、とコメントもいただいているんですが、そうですね、またリポートが増えたらまた随時更新していきますので、うん、そうですね、はい、こまめにご確認いただければと思います。それではウェザーニュースのウェブサイトから減災リポートマップをご紹介していきました。ここからは本日のお天気を改めてマークで確認していきます。はい、本日4月15日金曜日の全国の天気をお伝えします。まず西日本です。那覇は雲が優勢の空、日差しは少なく蒸し暑さも少し控えめです。半袖で過ごしやすい体感となります。福岡や広島は晴れて穏やかな一日です。日向では少し動くと汗ばんでしまいそうです。薄手のジャケットなど脱ぎ着しやすい服装での外出がおすすめです。大阪は日差しが届きますが、強めの風が吹いて少しひんやりと感じそうです。熊本も日差しが届きます。片付けなど余震に十分警戒し、身の安全を確保してください。続いて東日本です。金沢や名古屋、東京は日差しが届きますが、風が強くひんやりとした体感です。風を通しにくい服装でお出かけください。また花粉が飛びやすいので、引き続きマスクや薬で対策をしてください。続いて北日本です。仙台は晴れますが、吹きつける強い風に注意が必要です。交通機関に影響が出る恐れもあるので、最新情報をご確認ください。秋田は雨が降ったり止んだり、風が強く横殴りの雨になったり、交通機関に影響が出る恐れもあります。午後はだんだんと雨は止むものの、強い風は続きます。札幌は雨や雪が降ったり止んだり、暴風レベルの風で横殴りの降り方になったり、交通機関に影響が出る恐れもあります。不要不急の外出は控えた方が良さそうです。以上、本日4月15日金曜日の全国の天気をお伝えしました。
時刻は2時50分を回りました。ここからも引き続きソライブ24では最新の地震情報をお伝えしていきます。はい、では繰り返しになりますが、改めて今回の地震、まず本震から振り返っていきたいと思います。はい、でまずこちらの方ですけども、発生したのがですね、4月14日になります。昨日21時26分、に発生しました。場所はですね、ちょっと熊本県内内陸の方なんですけども、そこが震源となりました。で震源の深さが10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 6.4 でしたけども、その後気象庁の方から 6.5 に修正されています。で最大震度が7ということで、かなり激しい揺れだったわけですけども、震度7が観測されたのは、益城町というところですね。熊本市よりも少し、内陸に入ったところになります。内陸に入ったところで、熊本空港に近いところなんですけども、ただ熊本市内の方でもだいぶ揺れまして、熊本市内の方では震度6弱を観測したのが熊本市東区、それから熊本市南区、熊本市西区、またその周辺の宇城市、玉名市、西原村というところが震度6弱ということでしたので、結構狭い範囲なんですけども、激しく揺れたといったような状況でした。でその後今回のこの地震なんですが、余震が立て続けに発生しているといったような状況でした。でその中でもこれまでで一番大きかったものが日付変わって15日になってからなんですが、0時3分です。震源の位置は、ほぼ同じ場所かなというところです。震源の深さは10キロで、地震の規模を示すマグニチュードは 6.4 です。6.4 ですから、本震の方が途中で 6.5 に修正されました。ただこの最大余震の方も 6.4 ですので、あまり、規模的には変わらないんですよ。ですからかなり大きな余震が発生したということで見た方が良さそうです。最大震度は6強ということで、震度6強を観測したのは宇城市という形になります。で震度6弱が熊本市の南区と氷川町というところなんですが、震度7を観測したところよりももう少しですね、海に寄ったところで、この最大余震の場合は大きく揺れたといったような状況でした。ですので、熊本市周辺なんですけども、これで最大余震が6強ですから、立て続けに大きな地震が起きていると。でしかもその大きな余震と地震、本震と余震の間には小さいものがずっと繰り返し起きているといったような状況ですので、最初の、本震の段階で崩れかけたもの、例えば壁であったりとか塀であったりとか、あとは斜面もそうですけども、これが続く余震によってですね、どんどん崩れてきている可能性もあるかなという形になってますので、あとは家の中でもかなりこう物が倒れたりしているかと思うんですよ。ですので、今外にいられる方が結構多いのかなと思うんですね。で外にいる場合もなるべくそういった建物から離れてですね、よく自治体が指定している避難場所というと公園とかそういうところが多いと思うんですけども、なるべく周りに建物がない広いところに行っていただいて、で一旦そこが安全だということであれば、もうしばらくないとそこから動かないという形を取っていただければなと思います。そうですね、これから崩れてくる可能性もあるかと思いますので、気をつけていただければと思います。そしてですね、この熊本の天気も教えてくださいというコメント、アメーバフレッシュからいただいております。今後雨などによって二次災害なども心配ですから、お天気確認しておきたいと思うんですけれども、この先どうなっていきそうでしょうか。ではですね、この先1週間というところで熊本県内の天気の方を見ていきたいと思います。で、特にこの熊本市周辺、こちら熊本となってますが、このラインになるわけですけれども、まずですね、土曜日16日の土曜日から17日の日曜日にかけてなんですが、こちらはしっかりとした雨の降り方になるという状況となりそうです。で一時ですね、激しく降るタイミングもあるかなと、雷を伴って激しく降るタイミングもあるかなというところなんですね。ですので、この時間、この状況だとおそらく各地被害が大きくなってますから、復旧活動の方にも影響が出るのかというのが1点と、あとは強く雨が降ることによってですね、崩れかけた斜面などがまた
今とどまっていますけれども、この雨によってどさっと崩れる土砂災害の発生の恐れもあるかなといった状況となりそうです、はい、でその後一旦天気回復する形になるんですけれども、また来週の木曜日になって雨が降ってくるということで、ちょっとねこう周期的に天気が変わってくるので、最新の情報を見ながら復旧活動の方をしていただきたいというのが1点と、しばらくの間は斜面の方には近づかない、はい、で、建物などでもね、こういった水が染み込むことによって崩れることもありますので、そういうところには近づかないようにしていただければなと思います。はい、そうですね、ウェザーニュースのウェブサイトからお天気、確認してきましたけれども、今後もこまめにお天気確認していただきたいですね。そうですね、はい、さあそしてですね、この情報なんですけれども、SNS を通しても、お天気やあとは地震の情報を発信しています、はい、ウェザーニュースの公式ツイッターがありますので、こちらを確認していきましょう。はい、はい、東日本大震災の時にもやはりツイッターなど SNS かなり活躍しましたよね。活躍したので、今 SNS を使ってですね、皆さんの方と情報共有しているわけなんですけども、はい、アドレスとしては、@wni_jp というアドレスあります、でこちらの方が、はい、ちょっとこちら見てみましょうか。こちらになりますね。はい、はい、こういうツイッターアカウントなんですけども、これですね、はい、WNI_JP というところで、地震が発生した場合は即座にその情報を皆さんにお届けするような形となっています、はい、あとはそれに関わる天気の情報であるとかというところも発信してますので、はい、ぜひですね、こちらの SNS の方も活用していただければなと思います。そうですね、はい、いち早く情報を得るためにはフォローもしていただきたいですし、そうですね、あとは余裕のある方は情報を広めるために、もし余裕がありましたらリツイートもよろしくお願いします。このようにですね、ツイッターでも情報を出していますし、ウェザーニュースタッチというアプリもありますので、こちらも確認していきましょう、はい、ウェザーニュースのスマートフォンアプリ、ウェザーニュースタッチでは、お天気の情報と一緒に、こちらも地震の情報をお伝えしているんですね。トップ画面がこのような六角形が並んでいるページがトップ画面になるんですけれども、赤色の最新地震情報と書かれているところをタップしていただきますと、ここから地震の情報を確認することができます。もしくは左上の3本ラインのボタンをタップしていきますと、このようにサイドメニューが出てきます。この一番上のトピックス、熊本で震度7の地震発生という、こちらをタップしていただきますと、先ほどの赤いボタンと同じ画面につながりますので、ここから地震の情報をご確認ください。しばらくはこのトップのところに地震の情報が出ているかと思いますが、今回のこの地震、あとは動画での解説と、今回のこの震度などの情報が確認できます。で被害の状況、会員の皆さんから報告をいただいていますので、こちらもマップでご覧いただくことができますし、あとはお写真付きのウェザーリポートの報告も随時アップしています。今後の注意点に関してもここから確認することができますので、ぜひ目を通しておいてください。最低でも1週間、場合によっては1ヶ月程度、この余震が、続く恐れがあるという、こういった内容も書かれています。あとは雨に関する情報も出ていますので、こちら随時情報は更新しております。ウェザーニュースのスマートフォンアプリ、ウェザーニュースタッチからご確認ください、はいね、こちらですね、有料会員のページですかというコメントをいただいているんですけれども、今のページは無料の会員の皆さんもどなたでもご覧いただけるページですので、ぜひ、ご自身で確認するのはもちろん、お友達などに、ツイッターとかフェイスブック、あとは LINE でも情報を、送ることができるリンクがありますので、そこで情報を拡散していただけたら嬉しいです。それではウェザーニュースタッチご紹介していきました、はい、では最後に本日のお天気を確認していきたいと思います。本日4月15日金曜日の全国の天気をお伝えします。まず西日本です。那覇は雲が優勢の空。日差しは少なく、蒸し暑さも少し控えめです。半袖で過ごしやすい体感となります。福岡や広島は晴れて穏やかな一日です。昼間はポカポカ陽気で、日向では少し動くと汗ばんでしまいそうです。薄手のジャケットなど脱ぎ着しやすい服装での外出がおすすめです。
大阪は日差しが届きますが、強めの風が吹いて少しひんやりと感じそうです。熊本も日差しが届きます。片付けの際は余震に十分警戒し、身の安全を確保してください。続いて東日本です。金沢や名古屋、東京は日差しが届きますが、風が強くひんやりとした体感です。風を通しにくい服装でお出かけください。また花粉が飛びやすいので、引き続きマスクや薬で対策をしてください。続いて北日本です。仙台は晴れますが、吹きつける強い風に注意が必要です。交通機関に影響が出る恐れもあるので、最新情報をご確認ください。秋田は雨が降ったり止んだり、風が強く横殴りの雨になったり、交通機関に影響が出る恐れもあります。午後はだんだんと雨は止むものの、強い風は続きます。札幌は雨や雪が降ったり止んだり、暴風レベルの風で横殴りの降り方になったり、交通機関に影響が出る恐れもあります。不要不急の外出は控えた方が良さそうです。以上、本日4月15日金曜日の全国の天気をお伝えしました。Thank you.
こんばんは。ここからも引き続き最新の地震情報とお天気をお伝えしていきます。この深夜の時間帯はだいたい10分間隔でですね、天気と地震情報をお伝えしていく予定です。引き続きこのソライブ24は、各媒体でお送りしております。 BS910 チャンネル、空窓アプリ、YouTube ライブ、ニコニコ生放送、 M キャス、アベマ TV フレッシュ、そして、LINE ライブでお送りしております。引き続きチャットの方は確認させていただいておりますので、もし何か変化などありましたらお伝えいただければと思います。それではまず、地震の情報を振り返っていきたいと思います。昨晩、九州の方で地震が発生いたしました。4月14日21時26分、熊本県熊本地方を震源とする最大震度7の地震が発生いたしました。震源の深さは10キロ、地震の規模はマグニチュード 6.5、 6.4 から 6.5 に修正をされております。津波はありませんでした。震度7のエリアは益城町、震度6弱、熊本東区、熊本南区、熊本西区、宇城市、玉名市、西原村、そしてその後にですね、これ今本震と呼ばれてますけども、最大の余震と呼ばれている午前0時3分にですね、日付変わって、また地震が発生しております。こちらも震源の深さは10キロ、地震の規模はマグニチュード 6.4 と推定されています。震度6強の、発生したのが宇城市、そして震度6弱は熊本南区氷川町で発生いたしました。引き続きですね、余震がかなり、たくさん発生しております。今、各地上波さんの方でもですね、今こちらの方で、いろんなモニターを見させていただいているんですけども、現地の様子ですとか避難されている方の状況なんかを、情報として出されていますけども、やはりまだかなり夜の、ね、深い時間でございますので、暗くなってからの地震ということで、これから明るくになるにつれて、被害の状況なんかもですね、分かってくるんじゃないかなと思います。まずもし地震の揺れたエリアにいらっしゃる皆様はですね、引き続き不要な外出は避けていただきまして、今いる場所が安全であれば今いる場所にとどまっていただくという形にしていただければと思います。それではですね、ここから熊本県内を中心とする最新の天気情報をお伝えしていきたいと思います。それでは天気情報を見ていきましょう。こちらで見ていきます。まずは現在の全国の天気見ていきます。こちらです。3時最新にしましょう。失礼しました。はい、20分現在皆さんからいただいております天気のご報告です。天気としてはあまり荒れたエリアはありませんでして、そんなに報告は今の時間届いてません。報告が少ないということは天気が穏やかという証拠なんじゃないかなと思いますけれども、雨雲レーダー重ねてみますとこのような感じです。沖縄の方からまとまった雨雲が近づいてきているという状況ですね。そして、北海道の方にも雨雲が見受けられます。地震のあった九州なんですけども、今現在まとまった雨雲はかかっていない状況、雨のご報告もいただいておりません。それでは天気アイコンで天気の方を見ていきましょう。天気予報チャンネルで見ていきます。それでは、はい、こちらウェザーニュースの天気チャンネルになりますが、現在トップページは地震の情報が出ております。この右側の方に天気予報チャンネルありますので、こちらで見ていきたいと思います。九州熊本なんですけども、本日15日金曜日は晴れ時々曇りのアイコン、1日晴れて穏やかな天気になります。ですので、これからその復旧作業というものが始まるという状況だと思いますが、天候的には何か、それに悪影響を及ぼすということは現時点ではなさそうです。
ただですね、ちょっと暑くなります。初夏のような陽気になると言われておりますので、この暑さによって復旧作業、ちょっと夜の間に眠れないかという方もいらっしゃるかと思います。かなり体力がない中での復旧作業になるかと思われますので、くれぐれも熱中症などには十分に注意していただければと思います。日中の復旧活動、特に水分補給をこまめにとっていただいて、していただく必要がありそうですね。熊本の週間天気見ていきたいと思います。はい、本日15日は日差し届くんですけども、だんだんと天気は下り坂に向かいます。16日には後雨のアイコン、そして17日にも雨のアイコンついておりますが、あさってにかけてですね、寒冷前線の影響通過に伴いまして激しい雨の恐れがあります。一時的に本降りとなる恐れもありますので、大雨そして強風、雷には十分にご注意ください。この雨によって地震の影響で地盤が緩んでいる可能性もあります。山に近いエリアなど土砂災害の二次災害の可能性もありますので、こちらも復旧作業の際は十分にお気をつけください。それでは今後の余震の可能性などについて、ウェザーニューズの地象センター山口さんの方からですね、見解が出ておりますので、こちら VTR で振り返っていきたいと思います。お願いします。今回の地震、大きな地震で内陸から始まってですね、ちょっと震源の場所が海寄りに寄ってきたかなって感じはするんですけども、はい、いずれにしても狭い範囲で激しい揺れが続いているな、そんな印象を受けます。ちょっと特徴について教えていただけますか。で、ちょっとですね、先ほどまでですね、私本震が 6.5 で、その後余震に対して警戒をということでお話してきたんですけれども、ちょっと一個注目に値するのが先ほどの0時3分の地震ですね。速報のマグニチュードで 6.4 という値先ほど発表されましたけれども、本震とほぼ同じ規模になっています。で、ちょっと典型的な地震ですと本震から一回り小さい、というのが余震の最大余震でもそれぐらいの特徴なんですけれども、今回ちょっと同じ規模のやつが短時間にこう来ている状況というのが一つで、最初の地震で21時26分の地震で震度6弱だった宇城市で先ほど6強を観測しています。一つランク強まっています。はい、でもう一個、最初の地震で震度7を観測した、益城町は、今現在震度5弱以上と推定されるんですけれども、データの方が入ってきていない状況になっています。ですね、益城町の0時3分の地震による震度まだ分からない状況になっていまして、ちょっとですね、その一番最初の本震より、少し小さめの余震というよりは同じ規模が立て続けに今来ているという状況になっています。で、過去を遡りますと、例えば2003年の宮城県で似たような事例がありまして、最初の地震で6弱を観測したんですけれども、実はその後もう一回り強いのが来て6強を観測して、でさらにまた6弱の地震が来たというような強いのが何回か起きたような事例もあります。九州ですと1968年2月に海老の地震というのがあったんですけれども、これもその本震にほぼ近いような形で地震が立て続けに起きて被害を拡大した事例もあります。で、そういった、いった点から見るとですね、この熊本県で起きている一連の地震についてもですね、典型的にこうこの後収まっていくというよりは、やはりちょっと比較的長い期間ですね、少なくとも1週間だと思うんですけれども、ちょっとかなり強い揺れがまた繰り返してくる可能性があるんではないかというのが1個ちょっと先ほどの余震を見てて思ったところです。で、いろんな地震のタイプがあるんですけれども、最初の本震で、その地殻岩盤に溜まっているストレスが一気に解放されてしまった場合は余震は少なく済むんですけれども、最初の地震で全て解放しきれなかった場合、結構残してしまった場合は
後々になってこうバリバリと壊れていくようなこともあります。でそれが今申した同じような規模の地震が立て続けに起きるようなタイプの地震なんですね。でちょっとここを、まあ、最初の地震からまだまあ3時間、間もなく3時間というところですかね、というところでこれだけ頻発しているということはですね、ちょっとまた強い地震、かなり大きな地震が来るということは想定しておいた方がいいのかなと。でとなりますと最初の地震で、壊れかけた建物ですとか、よりちょっと被害が大きくなる可能性というのもですね、ちょっと先ほどまでお伝えした以上にちょっと頭の中に入れておく必要があるのかなという状況になってきたと思います。わかりました。となると少しこう地震の方の発生場所が今変化してきているということもあって、はい、もともとこの大きな地震があってその余震という形で、はい、少しその規模の小さなものがだんだん発生していくという流れよりも、はい、また別のところで大きめのものがまた新たに発生したというイメージに近いという感じでしょうかね。そうですね。別のものかどうかはちょっと震源の場所を精査する必要があるんで、ちょっとまだ何とも言えないところではあるんですけれども、ただ最初の 6.5 の地震に続いて 6.4 の、うん、はい、もうこれちょっと余震というのはちょっとあまりにも大きい部類に入ると思います。そうですね。はい。そういったものがちょっと続いているということは、うん、おそらく震源自体はそんなに大きく移動している感じではないんですけれども、はいはいはい、ちょっと少し場所を変えた形で、うん、ちょっと立て続けに起きている状況にはなっているかと思いますね。なるほど。はい、となると一番最初に揺れた震度